後半戦は愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合開始という形になります。後半戦は黒のユニフォーム愛知ゴールデンウィングスのキックオフ、キッカーは2番の毛利、白のユニフォーム佐藤建設スタンディングベアーズのレシーブで再開されます。ハンターの専任職でありながらチームキャプテンを務めた逸材がキックオフを務めます。対しまして佐藤建設はリターナーに9番と13番を配置しました。9番は上野、13番アイオイ。さあ13番リターン、左オープン展開しまして佐藤建設自陣20ヤード付近からの攻撃を得ます。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開。佐藤建設スタンディングベアーズリターナー13番、相生明人選手の15ヤードのリターンです。佐藤建設自陣22ヤードからファーストダウン10。佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン。パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバックニューナルマン、ハンドオフフェイからロングパスを投じました。ターゲットは22番、しかしプレッシャーからパスがコントロールできずパス不成功となっています。佐藤建設セカンドダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン、自陣22ヤードから佐藤建設セカンドダウン10。ゴールデンウィングスナイスディフェンス。ここで佐藤建設はランニングアップ9番にハンドオフして中央突破を図りました。しかしこの9番に佐藤建設スタンディングベアーズ9番ランニングバック上野大輔選手中央プレー。佐藤建設3ヤードのロス、自陣19ヤードからサードダウン13。サードダウン、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで反則が発生しました。ゲームオブゲームオフェンス、ゴエムの罰則です。ダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム遅延行為を働いたという反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしなければ5ヤード抜退する形になります。従いまして佐藤建設スタンディングベアーズ18で試合再開、5ヤード下がってサードダウン。不成功、パスは不成功。17番右に展開しようとしていたレシーバーに向けてパスを投じましたが、しかしターゲットを見つからずパス不成功となりました。フォースダウンとなります。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。佐藤建設フォースダウン18でパントフォーメーションを選択します。このパントは佐藤建設陣40ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウンの攻撃はパントにより攻撃を放棄。
攻撃権は愛知ゴールデンウィングスに移ります。愛知相手陣38ヤードからファーストダウン10、愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。クォーターバック7番ハンドオフフェイから自らキープ、キャリアをブロッカーにして約4ヤードのゲイン。愛知見事なランを決めました。愛知ゴールデンウィングスクォーターバック7番は奈良幅三浦仁選手中央プレー、失礼しました、クォーターバック8番の三浦でした。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン、愛知相手陣34ヤードからセカンドダウン4-6。パス成功、パス成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー86番にパスを通しまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター、見事なパスを投じました。クォーターバック8番は三浦、取りました。ワイドレシーバー86番は山田です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。キュービーサー、クォーターバック8番再びパスを投じようとしましたが、これを佐藤建設38番が殺到しました。キュービーサーク約2ヤードロスを奪いました。素晴らしい反応でキュービーサークしました佐藤建設。38番は花田、佐藤建設スタンディングベアーズ38番ディフェンスライン花田豪選手キュービーサーク。愛知セカンドダウン12、ナニワク40番ハンドオフを受けまして左オープンを展開、左オフタクルを突破、一気に前進しまして約11ヤードのゲイン。キャリア40番小沢、素晴らしいランでした。愛知サードダウン残り1ヤード、サードダウンボールオン相手陣16ヤード。佐藤建設ナイスディフェンス、この距離を1ヤード中央のランプレーで突破しようとしました愛知、しかしそれを見計らって佐藤建設50番が殺到しこのランプレーで阻止しました。谷口翔太選手の中央プレー、素晴らしい反応でこのランプレー止めました。佐藤建設スタンディングベアーズ50番は大本、愛知ゴールデンウィングスフォースダウン。愛知フォースダウン2フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス33ヤード キック成功、3点追加です。愛知ゴールデンウィングスキッカー2番の毛利、このフィールドゴール見事決めまして3点追加。愛知ゴールデンウィングス10点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点となりました。さあ膠着状態にありました試合ですが、しかしここで愛知がフィールドゴールによりその得点の差を広げる形に成功しました。これがこの試合の分岐点になってくるでしょうか。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。佐藤建設リターンに入ります。果敢に
にも中央トップはからんとし、自陣25ヤード地点を確保しました。リターナーは9番の上野でした。佐藤建設、この位置からの攻撃に入ります。佐藤建設スタンディングベアーズ、リターナー9番上野大輔選手、10ヤードのリターン。佐藤建設スタンディングベアーズ、自陣26ヤードよりファーストダウン10。ここでホイッスル。チームタイムアウト、佐藤建設。前半、後半1回目です。佐藤建設、後半1回目のタイムアウトをここで取りました。佐藤建設スタンディングベアーズ、後半1回目のチームタイムアウトです。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。佐藤建設、自陣26ヤードからファーストダウン10。これは愛知ナイスディフェンス。クォーターバック17番、プレーにトラブルが発生し自らキープしようとしましたが、これを見逃さず愛知45番が殺到しまして5ヤードロスを奪っています。4ヤードのロス。素晴らしい対応しましたのは愛知ゴールデンウィングス45番の山田。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン。佐藤建設セカンドダウン15。さあこの距離をランプレーにより突破を図りました。キャリア9番、ハンドオフから中央突破を敢行しようとしましたが、しかしこれは愛知のディフェンス殺到しまして獲得距離ほとんどありません。サードダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアーズ、中央付近をつきましたがノーゲイン。佐藤建設スタンディングベアーズサードダウン、ファーストダウンまで残り14ヤード。佐藤建設サードダウン14。クォーターバック17番、パスを投じようとして右スプリントアウトをしましたがターゲット見つからずそのまま外へ出ました。結果的にフォースダウンと変わります。17番クォーターバック池上光大選手の右オープンプレー、5ヤードのゲイン。佐藤建設フォースダウン内パントフォーメーションを選択します。フォースダウン、愛知リターンに入ります。さあどちら転化するか。さあかわしていきます。このリターンによりまして佐藤建設愛知自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。リターナーは1番の勝本でした。佐藤建設スタンディングベアーズ、ファーストダウンの攻撃はパウントにより攻撃を放棄。パウントされたボールを愛知ゴールデンウィングスリターナー1番勝本優太選手が10ヤードリターン。攻撃権は愛知ゴールデンウィングスに移ります。愛知自陣41ヤードからファーストダウン10。ナイスプレー、パス成功。クォーターバック7番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー30番にパス、30番キャッチしましたがしかしこれを佐藤建設5番見事なタックルでほとんどゲインなく終わらせました。30番
近藤浩太選手、パスが成功。プレッシャーありました。中パスを投じました。クォーターバック7番は長浜、取りました。ワイドレシーバー30番は近藤。しかしこれを仕留めましたのは佐藤建設の5番有本でした。佐藤建設セカンダー運転。パス不成功。ウォーターバック7番プレッシャー浴びながら左に流れたワイドレシーバー18番へのロングパス。しかしこれはディフェンスのカバーもありパス不成功となっています。愛知サードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード。愛知ゴールデンウィングス自陣42ヤードからサードダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。クォーターバック7番ワイドレシーバー86番にパスを投じましたがパスがショート。パス不成功でフォースダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン。愛知フォースダウン10。パントフォーメーションを選択します。パンターは57番の選手が入りました。57番、鈴木が務めます。さあリターンに入らんとするところでしたがこれは愛知ナイスカバー。ここで攻守交代。リターナ13番キャッチしそこから解散としましたがこれを愛知19番仕留めまして、愛知ゴールデンウィングス佐藤建設陣25ヤード付近での攻守交代となります。攻撃権は佐藤建設スタンディングベアーズに移ります。自陣16ヤードからファーストダウン10。佐藤建設ファーストダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。17番右スパイターからワイドレシーバー22番にパスを投じましたがパスのコントロール定まらずパス不成功となっています。ダウン1つ変わってセカンドダウンに変わります。佐藤建設自陣16ヤードからセカンドダウン10。スタンディングベアーズセカンドダウン。パス不成功。ここでクォーターバック17番ロングパスを投じました。ワイドレシーバー22番キャッチ地点にはいましたがこれを佐藤愛知0番がカバーしておりましてパス不成功となります。スタンディングベアーズクォーターバック17番池上光大選手パスを投じましたが不成功。佐藤建設佐藤建設スタンディングベアーズサードダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード。クォーターバック17番プレイアクションから右にスプリントアウトしパスを投じようとしましたがターゲット見つからずスクランブルに変えましたが更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。クォーターバック池上光大選手の右オープンプレイ5ヤードのゲイン。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。佐藤建設フォースダウン5パントフォーメーションを選択します。
佐藤建設のパンターは19番の近藤。パンダ19番プレッシャーから右オープンに展開し一気に攻撃権更新を図らんとしましたが、しかしわずかに届かず攻守交代となります。攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングス、相手陣23ヤードからファーストダウン10。愛知ゴールデンウィングス敵陣23ヤード付近よりファーストダウン10。ランニング枠40番トスを受けて右オープンへのランプレー、これによりまして約7ヤードのゲイン。愛知ゴールデンウィングスランニングバック40番小澤智樹選手の右オープンプレー、キャリア40番は小澤でした。6ヤードのゲイン、獲得距離約6ヤードに訂正します。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン、愛知相手陣17ヤードからセカンドダウン4。パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー86番にパスを投じましたが86番キャッチできずパス不成功となっています。クォータータイム、ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス10点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。